はい、シラックマンです。はい、また今日もね、天外魔境風雲歌舞伎伝でやっていきたいと思います。もうラストスパートになってきました。はい、クライマックスですね。はい、いやね、すごいなと思うんですよ。約1週間ぐらいでね、黄金のカンビエからラスボスのね、魔王ガープ編までね、たどり着いたという。ほぼ毎日やってて、一週間ぐらいですね、約ね。まあ、そうですね。一日やらなかった日とかもあるんですけど、それを除けばね、約一週間ぐらいで、黄金のカンビエから、ここまで来ましたね。一気にね、ロンドン編駆け抜けましたね。やっぱハマりますよ、このゲーム皆さん。ぜひおすすめです、これ。僕個人的には天外魔境シリーズでは一番好きな作品かもしれません、歌舞伎伝はね。卍丸の方がクオリティ高いんですよ、ゲーム的にはね。でもなんかこっちの方が僕は好きですね。なんかね。なんでかわからないけどね。まあ何回もやってるから親しみがあるんだと思いますね。もう、何回もやってますから。4回目ですから、プレイするのね。はい。昨日、またあれからですね、昨日実況プレイやってからですね、あれからまたプレイしたんですよ、30分ぐらいね。んで、ロンドン塔のね、5つの塔でね、5人のボスがいた5つの塔をもう1回行きまして、宝箱の中探索してですね、取らなかった宝箱全部取って、それで、あれからですね、これが手に入りました。千円の鎧。はい。これ一応歌舞伎最強の鎧になりますね。これが手に入りましたね。で、あとこれ、奥にの、カムイの単装かな？槍。これ一応奥にの最強の槍ですね。はい。これも手に入りましたね。で、あと、呪いのなんか、武器とかあったんですけども、それ全部売り飛ばしてですね、お金にしてですね、はい。とりあえず、塔にある武器全部取りました。はい。はい。そんな感じですね。はい。んで、ちょっとね、これからまたロンドン塔もう一回向かうんですが、もう一回というか、向かいますけど、あとちょっとね、歌舞伎のスパナを預けます。はい。これで、歌舞伎の兜ですね。最強の兜が、ロンドン塔の途中で手に入るんで、それを取るためには一応ここ空欄にしとかないといけないんで。で、このガーターより強力なんです、この兜はね。はい。だから、兜手に入ったら、ガーターはね、捨てることもできないし、売ることもできないので、預けに来ないといけないんですけど、またもう一回ね。はい。だから一回ちょっと、これからロンドン塔を向かいますけど、とりあえず兜をまず取りに行って、んで兜を取ってガーターを預けてから魔王ガープに挑むって形になりますね。はい。ちょっとまあ、めんどくさいですけどね。はい。そんな感じでやりたいと思います。まあ、星山はレベル47になったら新しいね、奥義を覚えるんですけどね。横綱っていう奥義を覚えるんですけど。だからレベル上げ、藤山をレベル上げるためにもちょっと敵とは戦っていきますんで、はい。もうこれもうめちゃ余裕らしいですよ、このレベルだったら。だいたいね、攻略サイトの方を見ると、レベル41とか42とかで戦ってるね、人が多いみたいで、僕もレベル48とかですからね、余裕すぎてね、これ。レベル上げすぎぐらいの感じらしいですけどね。まあでもそれぐらいの方が余裕を持ってね、ラスボス倒せると思うんで、僕はでも5年前にね、このレベルぐらいでね、PSP 版でね、魔王ガープに挑んだんだけど、勝てなかったんですよね。あれ多分ね、知識がなさすぎてね、普通に打撃攻撃だけで戦って、回復するしながら打撃攻撃だけで戦う戦い方だとね、そんな戦い方じゃ勝てないんですよね。はい。いいえ。ハーブ諦めますか？はい、いらない。ハーブいらないわ。だから勝てないな、もうこれ難しいな、つってやってたんですけどね、5年前のプレイでは。
打撃攻撃してるだけで、まあまあ、少々特殊攻撃もね、奥義とかも使ってたんでしょうけど、勝てなかったんですよね、5年前やった時ね。これぐらいの、同じぐらいのレベルでやったんですけどね。あ、ヒドラ出てきた。ヒドラは、これ一番ヒットポイントが高い敵じゃなかったっけな。この辺の敵で一番ヒットポイントが多い敵です。750ですね。でも永遠のサングエのね、ブラッド城にいたファントムよりはヒットポイント低いんですよね。ファントムは764なんで、雑魚敵で一番多いんですよね。こいつは2番目に多いってことですね、ヒットポイントね。こいつ眠らせた方がいいかもしれんな。眠らせた方が早いかもしれない。ああ、避けられた。あ、全部避けられた。まあ、この戦闘がね、一番。また、ラスボスの倒し方もね、攻略サイトによって違うんですよね。だから一応全部ね、見ましたけど、どの方法が一番いいのかなっていうのはちょっと、試してみないとわからないところありますね。もう攻略本にはね、このロンドン島についての情報は何も載ってないのでね。ここ第一の塔やんな。そうか、ここじゃないな。ここじゃないんですよね。これ敵は出ないですよ、ここはね、まだ。はい。まずは宝箱を取りに行くって感じなんで。よくぞここまで耐えてきた。うん。さすがは火の勇者。青き狼というわけか。それでは最後の塔、我がガープの塔へご案内しよう。そこでお前たちはこの世で最も恐ろしい地獄を味わうことになるのだ。さあ、這い上がってくるがいい。私を倒すために。合わせるならばな。ここが馬王ガープがいるね、塔になりますね。はい。もちろん敵は出ますね。はい。まあ、ここの敵もそんなね、武具使ったらなんとかなるくらいの感じですね。なかなか硬いよね。うわ、攻撃力なかなか高いな。あ、藤山レベル47になってる。じゃあ、奥義、横綱覚えたね。はい、これ。藤山の究極の奥義ですね。はい。これ、敵をね、攻撃できなくしてしまうというか、敵全員をね。はい。そういうあれです。その代わり藤山自身も動けなくなるんですけどね。藤山確か3ターン動けなくなるんですよね。それを使って逃げるっていうのも一つの手ですね。じゃあいいか、もう。敵と戦う意味ないもんな、これ以上レベル上げても。あ、でもいいか。別に49とか50とかなっても、余計有利になるから、まあ戦ってもいいか。ちゃうわ、こっちや。
えらい可愛らしいな、これ。最後の城に出てくる敵とは思えないよ。ストラ。トムント160。マオガープが飼ってるんですかね、こんな可愛らしい鳥を。あ、麻痺してくんの。麻痺させてやってくんのよ。これこっちは何もないんやったっけ。あ、そう、ここに早いもんね、とりあえずね。これでも倒せないよね。ボエールはそうか、210あるのか。お？ねえ、カブキ。このまま行っても魔王ガープにとどめを刺す道具なんか持ってないわよ。そうでゴワス。このまま行っても犬死にでゴワス。ここまで来てやめるわけにはいかねえだろうが。たとえ無理だと分かっていても立ち向かっていかなきゃいけねえ。それらが火の勇者の宿命よ。でがかっこいいぜ。今日とでも報告に。おめでたいよ、あんたは。ここで引き返してどうすんだ。え、僕に。じゃあ行くしかねえだろ。そうっすね、ここで引き返したら何にもならないでごわす。俺たちはガープを倒すためにここまで来たす。プッシュプッシュっす。そうよね、そのために来たのよね。3人で頑張ったらなんとかなるか。おくにさん、3人じゃないでごわす。テアミさんもいるっす。それにレーナ姫もアレックスさんも、そしてロンドンのみんなも俺たちを応援してるっす。そうね。さあ行こうぜ。奥に牛山。じゃあ行ってくるぜ、レーナ、テアミ。なるほど、こんなあれがあるんや。まず宝箱探索なんだよね。一回帰りますけどね、防具取ったら。はい、これ麻痺してくるから先倒した方がいいよこいつ、うん、あー仲間呼ぶんかい。いけるなぁ。これね、これ使ったらどうなるんやったっけな。ん？ちょっとな、見てなかった。ちょっと待って。見てなかったけど、まあ守備力は下がった感じか。はい。いやね、2THDD63000をね買いましたんで、アリエクスプレスでね。だからそれが届くまでにこれ歌舞伎伝クリアしとかないとね。あれが届いたらもうあれの実況になるんで、あれですよね、この歌舞伎伝のね実況がなかなか撮れなくなるんでね、それまでにぜひクリアしておきたいなっていうのがありますね。
まあ、いつ届くかわからないんですよね、あれね。早く届くかもしれませんし、遅く届くかもしれませんしね。バルーダ150か。あ、宝箱あった。魔物か。アンドラス184、そんな強くないな。弱っ。だけか。あ、攻撃力が落ちるんね。あ、そういうことか。あ、やばい。真ん中使うか。攻撃したらどれぐらい？同じを強か。やばい。避けられやすいな。真ん中のこのなんかクリスタルみたいな、ここがなんかね、動かします。はい、ここの中に魔王ガープいるんですよね。はい、だからここ入るのはまあまだですね。まだいいと思います。まず周りの4つのねところに宝箱はまず取っていく感じですね。お、守りのルーンか。しょうがないな。じゃあ精霊の水使うか。
守備力アップか。やばい。まあ、敵攻撃力あるから結構すぐなあれですね。ヒットポイントがね減りますね。いやね、2THDD63000 って 2T のってどういうことかというとね、2TB ってことなんですよね。2TB ってことは、あれなんですよ、あの、2000GB ですね。容量がね。はい。だからすごいと思いますよ。すごいね、容量なんで、想像も絶するぐらいの量のゲームが入ってるんじゃないかと。まあ、63000タイトル入ってる感じですから。2TB もあるんですよ。もう想像もつかないですよね。俺が去年買ったバトセラみたいなもんですよね。PC でね、起動するやつなんで、バトセラ、まあね、パソコンでゲームがプレイできるね、やつなんで、バトセラみたいなもんで、あれの今回はもうかなり強力なやつってことですね。ハードディスクをね、USB に挿してね、2TB のね、ゲームするって感じの感じになりますよね。すごい容量ですね。奇跡のリンゴか。うん、まあ持っといてもいいけどな。でも、精霊の水の方がいいんやけど。まあ、奇跡のリンゴはいいか。いいわ。避けやすい、避けられやすいな、ここの敵は。これ使ってみるか、これ。ん？体力が足りないってどういうこと？全部避けられた。避けやすいな。やるな。力を貯めんのか、厄介やな。おお、危な。侮れないな。
これちょっとベルナカかけとくか。これ下は、もう下行ってなかったな、まだね。これ、まんじの形になってんね、これ。まんじ丸やな。あ、これや。これ。これ最強の兜ですね。はい。これは装備しますね。はい。あ、だいぶ、うん、上がりますね。はい。避けられやすいなぁ、この敵、ここの敵は。よし、倒した。はい、じゃあ、戻りましょう。はい。で、戻って、ガータを預けて、スパナを取って、もう一回ここに来て、今度はガープ打倒って感じでね。はい。さあ、倒せるかどうかですね。まあ、ガープはね、第3形態まであるんでね。一番強いのが第2形態みたいですね。第2形態が一番強くて。第一形態と第三形態はそんなに強くないみたいですね。まあ僕が5年前に戦った時は第一形態倒すのもやっとだったんですけど、まああの時はね、知識がなかったからね、今はもういろいろ知識がね、あるんで、だいぶ攻略はね、前、5年前と比べたらね、だいぶ、多分ね、有利になってるんじゃないかと思いますよ。で、5年前のプレイと比べたら。で、魔王ガープ第一形態がヒットポイント5000ですね。5000で、第二形態がヒットポイント7000あるんですよね。うん。で、第三形態がヒットポイント4000なんですよ。少ないんですよね。うん。その代わり、第三形態の時は、歌舞伎と奥に2人だけになりますからね。小島はいないんで。でもそんなに強くないみたいですね。こちら側がかなり有利な条件で戦えるらしいんでね。の塔はもう意味ないからね。ここは敵出ないですもんね。引き返すなんて意味ないっすみたいなこと言っときながらめっちゃ引き返してるしね。こいつ出てきたな。受けられた。受けられた。こいつ結構、ね、眠ら、なかなか眠らさん、すんの難しいとこやな、ね。はい、眠った。
眠ったら 100% 当たるんで。お金すごいことになってんな。またこっちでいいか。ね、ああ、よけたか。こいつそんなにあれか、そんなに強くないやつだね。まだまだやまだですよ。ガーターを預けるんですね。預けられない。そうなんや。そうか。じゃあ歌舞伎スパダ持てないやん。売ることもできないし、預けられることもできないし、捨てることもできないよね。そうか、預けられないんや。これはちょっと参ったな。スパナ1個しかじゃあ持てないんや。それは痛いな。まあ、しょうがないか。ガーター何にも役に立たないんですけどね、今はね。そうか、そういうあれがあるんや。じゃあ眠らせるの1回しかチャンスないんやね。ターンに1ターンに1回しかチャンスないってことやな。じゃあ今度は打倒魔王ガープでね、はい、行きますんで。そうか、じゃあ引き返す意味なかったんやん。わざわざそのまま行きゃよかったんや。すごく効率の悪いことになってしまいましたね。うわ、なんか取られたけど。何取られた。取られたな。これ取られたものはね、敵倒しても取り返せないからな。そこがちょっとね。なんか取られたな今。ここのものは取られてないね。道具、精霊の水取られたんか。1個取られたってことや。
シルベルスはそんな強くないな。117しかないやん、ヒットポイント。ここから敵出ますからね。あ、こっちも、まだ、ここ入ってからか。あ、ここから敵出ますからね。あ、ガーター、ちゃう。間違えた。間違えた。何も起きなかったって出てしまうんでね。間違えて、道具使ってしまったらね。ここじゃない、間違えた間違えた。一発しか当たらんねんな、こいつ。よけられんねんな。しかもこいつはため攻撃してくるからちょっと厄介ですよね。意外と硬いねんな、ほんでこいつ。アンドラス。あ、普通に攻撃してしまった。184か。そんなヒットポイント多くないけどな。こっちですね。よう避けられんな。素早いんでしょうね、この敵は。3回と負けられるって相当素早いよ、これ。こうなってくると普通の攻撃してるから早いんちゃうかって思うもんな、ここまで避けられるとね。レオナール依頼硬いの。220か。当たらないから硬く感じるんやな。はい、これをね、取りに来たんですよね。はい。道具がね、空欄一つ空いたんで。どうしてもすべての宝箱を開けないと気が済まないというね、僕のね、こだわりというか性格ですね。ガルーダ弱いですね。150しかないヒットポイント。はい、ここ入ればガープのとこ行けますね。
敵は出るんですよね、まだね。このアンドラスってこの多分ね、ロンドン島のここの兵士みたいなもんでしょうね、おそらくね。兵士っぽいもんな、なんかね。兵士らしい格好してるから。なんか兵士の門番って感じがするな。貴様ら、こっから通さないみたいな感じでね。普通にこれでやってみるか、ちょっと時間かかるな、避けられるから。どっちも早いかわからんな。当たりやすいもんな、普通の攻撃の方がまだ。こっちの方が早いな。道具使うか時間かかるね、結局。避けられるからね。はい、ここにね、魔女がいるんですよ。一番最初に出てきたあれかな。火の勇者じゃ。うん。おお、青き狼じゃ。森は動いた。魔王は滅びるのじゃ。魔王は滅びるのじゃ。ああ、火の勇者よ。狼よ、予言を果たすのじゃ。さあ、登っていくがいい。魔王ガープはこの上じゃ。このね、3人の魔女は歌舞伎伝始める前の一番最初に出てきた、オープニングのね、に出てきた魔女ですね、確か。で、予言を言ってですね、はい、それ以来の登場になりますね。で、これで、ガープにとどめを刺す剣がね、できるわけですよ。ただ、これは道具として使用できないんですよね。そこが、でもなんで、魔女はずっとこんなところにいたんでしょうね。魔王ガープの城にね、ロンドン島に。魔王ガープによく殺されなかったなと思うわ。ああ、ここですね。小牧と、何やったっけ、の二人が、ここに、ま、囚われているんですね。生贄されてるの。夢太郎か。出てきましたね。そうか。ちょっとここで強制的に始まってしまいましたね。ここでちょっとクイックセーブしますね。はい。そう、歌が流れるんですよね。魔王ガープのミュージカルみたいな歌があるんですよ。Thank you.
しは全ての運命をこの手に握るものだ。予言などは信じるわ。来い。魔王ガープの恐ろしさ、たっぷり味わえ。さあ、倒せるか。あ、そうかそうか。やっぱこの曲になるんですね。カンビエとウンギエとサングエとカルネの変身の時の曲ですよね。まあ、確かに普通のボス戦の曲使ったらちょっと変やもんな。さすがのラスボスやからね。はい。受けられた。これ眠らせるのね、効くらしいんですよね。何回かやってたら。あ、眠るんや。ラスボスやのに眠るんや。効くんですね、やっぱね。まあ、攻略サイトに書いてた通りですけど、魔王ガープでも眠るらしいっていうね。あ、そうか。バリアか。そういうことは、サガスを使わなあかんね。サガスっていう魔法をね。そうか。効かないんですね、何の攻撃もね。バリアされて、バリアであれしてるから。だから魔法でサガスを使わなきゃいけない。あれ？ちょっと待って、サガスは？え、サガス持ってなかったっけ？奥にサガス持ってなかったっけ？ちょっと待って。ちょっと待って、ごめんなさい。あれ、サガスなかったっけ？サガスの魔法持ってたと思うけど。おかしいな。ちょっとな、これ、あれやな。ちょっとごめんなさいね。ちょっとね、これは、ちょっと予想外のことが起きてしまったんで。サガス持ってたと思ったけどね。っていうことは、これ使ってみるか。じゃあこれ使うのはしゃあないんや。聖戦士の鎧、あ、そうか、聖戦士の鎧持ってないのか。そうか、これか。これに変わったんやったな。聖戦士の鎧はサガスの効果あるんですよ。そうか、これちょっと失敗かもしれんな今回。これ何に攻撃も引き付けないんですよ、これ。できないんですよね。こっち、向こうの攻撃を受ける一方になってしまうんですよね。あれ？あ、あれ？サガスなんでないん？どういうことやろう？受け付けないんですよ、攻撃。サガスっていう魔法を使えば、それをね、あれできるんですけど。なんで歌舞伎にならへんの？歌舞伎探す。あ、持ってた。歌舞伎は持ってた。よかった。で、これで、魔王がダメージ与えれるようになるんですよね。
よかったよかった。それで、攻撃ですね。あ、受けられた。で、眠らせます。はい。眠った。簡単に眠るな、意外と。約150ぐらいか。あ、目覚めた。早いな、目覚めんの。あ、食らった。ちょっとこれ、ベルナカ使わないやばいな。でも結構当たるのは当たるね。あそこ。普通の攻撃どれぐらい当たるやろ。62か。そんな強くないな。スパナで眠らせます。はい、眠った。決めて、ちょっとどれぐらい当たるかやってみましょうか。ああ、これは多分、やっぱりこっちの方がいいな。間違えた、今。こっち、死闘の方がやりたかったのに。間違えた、決め、182か。飛び蹴りはどうやろう。126か。あ、目覚めた。ヒットポイント5000もありますからね。うやばいやばい。ベルナカ。受けられるな、結構。あー、間違えた。あー、何してんねん。生き返らせるやつなんで使うねん、おい、アホ。何しとんねん。もったいないなー。しまったな、何やってんねー。連打せもだからあかんねんや。仲間がやられた時、生き返らせるやつ使ってしまったんですよ、間違えて。うわ、もったいなー。間違えて、道具を選んでしまったんですね、僕じゃなくて。あれ、精霊の粉はちょっと一番上にしたらあかんな。間違えて使った時に使ってもらうからな。誤算やったな。マンナと使うか、しょうがない。あ、わてんぼうやな、ほんまに俺は。精霊の粉取りに行くの大変なんですよね、あれ。また使うのもったいないね。まだ第一形態なのに、ガープはね。第二形態の方が強いですからね。やっぱりな、スパナが一つしかないから眠らせるチャンスが単に一回しかないというのはちょっと大きいな。しかもすぐ起きるもんね、ガープは。眠らせても。あ、避けられた。あ、また避けられた。やばい。
わかんな、これ普通に攻撃した方がいいような気もするな。避けられやすいからな。眠らせてないときは。あー、図らずみたいなの使ってきた。うわ、強い。出る中。全体攻撃か。眠った。はい、150ぐらいか。だいたい与えるダメージは。こっちの方が強いな。これ使うか。おしち。あ、でもこれ弱いな。あ、結構連続で爆発してくれるね、あれ。ナルガメもいいみたいですね。あ、待ったじゃない、待ったやったら敵も攻撃できないし藤山も攻撃できなくなるけど、これ第二形態でね、どうしようもない時に使えばいいみたいですね。ピンチの時とかね。待ったは結構長いこと眠ってくれてんな今回。もうじゃあ使ってみるか、どんな感じか。50も失うの。初めて使うかもしれん、これ。106か。強力やけどな、ちょっと待ち込んだ減りが激しいからやめといた方がいいな。あ、目覚めた。あ、また結界張りやった。これ攻撃受け付けなくなるから、何やっても無駄なんですよね。回復に徹する方がいいかな。でもみんなほぼ回復してるけど。で、魔法でサガスを使いますね。はい、これで結界を破れますから。はい、はい、ああ、またバリア張り返して、はい、返しやがった。はい、普通に攻撃するか。あ、避けられたか。スパナ。あ、避けられた。あ、また受けた。なかなか厳しいね。
あかんな、避けられるな、これな。普通の攻撃の方がいいな。あかんな、普通の攻撃やな、これは。こいつにはちょっと避けられやすいからあかん。うわ、やっぱ、あ、死んだやん、おい。んで、またさ、妖精の粉使ってもろてるからさ、これ勝てないな、今回。ちょっとあれは、痛恨のミスでしたね。道具の使いの間違い、ミスはね。これは勝てないですよ、藤間死んだら、これ。第二形態もっと強いですから。やり直しましょう。やり直す方がいい。クイックセーブしてたからよかった。ロード。はい。でもまた歌聞かなあかんねんな。しまったなあ。これ、歌終わってからクイックセーブすればよかった。さすがラスボスですね。強いわ、やっぱり。まさか3回攻撃してくるとは思わなかった。ここでクイックセーブやな。はい。もう47個もクイックセーブしてますよ。いや、もうクイックセーブの機能は非常に助かりますね。また引き返してやり直さなくていいからいいですね。いや、でも5年前のプレイでこのサガスでね、相手のバリアをね、なくすっていうことも知らなかったですからね、僕ね。5年前の実況プレイは本当もうカスだったですよ、本当。知識がなさすぎてね。第一形態倒すのに1時間近くかかってましたからね、あの時ね。普通に戦うでやってたからね、ほとんどね。まあ、こいつはでも戦うでもいいかもしれんね。道具使ってもなかなか当たんないから、うん。あ、しまった。まあ、いいか。奥にの方がさっき、回復させるべきやったな。ああ、避けるな。今回避けるな。普通の方がいいか。普通の攻撃の方がまだいいか。これ使ってみるか。ああ、なんや、それだけか。
そんな大したアイテムじゃなかったな。3回攻撃か。早速死んだで、おい。これは強いな。こんなとこで妖精の粉使うんかい。これはちょっとやり直した方がいいな。はい、ロード。これはやっぱ今までのボスと違うね、やっぱりね。さすがラスボスですね。このレベルでもこんな聞こえるんや、やっぱり。レベル41とか42で倒してる人はすごいですね。やっぱこのレベルでも手こずるんですね。ああ、やっぱ避けられるか。ちょっと待てよ。これ最初にあれかな、全開になってないから得たあれですね、ヒットポイントがね、減った状態で戦うから最初回復した方がいいんですね、これ。一番最初に あこれ使ってきた。これ100ぐらい減るんですよね。その攻撃の方がいいかな。これ使うか。これ全ての攻撃受け付けないんですよね。受けやすいんですよね、結構攻撃。数ターン守られるんですよね、これで。よう避けるなぁ。避ける率高いからまた強いですね、これ。眠りました。ちょっと、猛者は使わない方がいいな。めっちゃ減るから、マジックポイント。これでもいいか、もったいないから、技が。どうかなぁ。あ、収ました。まあ、こまめに回復もやっぱした方がいいな、これな。やっぱり普通の攻撃の方がいいな。よし、眠った。ああ、冷ました。ああ、よけた。
ああ、3回攻撃か。うわ、強すぎるわこいつ。もうダメや、これは厳しいな、思ったより。200以上ヒットポイントあっても死ぬんやな。100ぐらい減るってことか、一発くらったら。これはちょっとな、第一形態でこの強さか。眠らせるのやめた方がいいかもしれんな、これ。ミスった時が意味ないからな。もう、早漏で、こっち、相手の攻撃受け付けないやつにした方がいいな。それぐらいやんないとちょっとこれ無理な感じしてきた。眠らせるの意味ないわ、魔王カープは。眠る可能性が低いから。ほら、もう、300あってもこんな減るんですからね。これと300維持はちょっと難しいよな。回復ばっかりすることになるもんな。だからもうこれ使った方がいいわ、ソウロ。これはもうね、必ず効きますから。あ、でも1回目は食らうのか。受けられた。当たんないんですよね。あ、もう消えた。一ターンで消えたやん。早いなぁ。これ使って、使うか。あ、受けたか。攻撃力落ちた。あ、効いてる効いてる。あ、でもそうか、当たる時もあるんや。攻撃がいいか、普通の。内山だけ当たるんですね。あ、開けられた。あー、切れた。ソウロの効果切れた。一人ずつ切れるって感じやねんな。
ああ、受けた。攻撃やな、これ。あ、避けるな。やっぱり利口ですね。やっぱさすがラスボスだけあって。簡単には眠らないな。よし、眠った。じゃない、間違えた、こっち。まあ眠ってる、はい。お、返し寝てくるだ。5000あるからな、ヒットポイントが。もう当たらなかった、はい。ベルナカ使っておきましょう。ああ、避けた。これは、そっか。ああ、もう切れてたんか、走路。そうか、もう切れてたか。こればっかり使った方がいいな、奥には。これとスパナですね、主に。で、あと回復とか。もう補助ですね、奥にはもう。やばー。攻撃力上がるんですよ、エヴァーズ使ったら。じゃあ、攻撃回数が多くなるのか。うん。んで、
持ち物かな。あ、避けるか。あ、また結界張り寄った。当たらんかった。いや、第一ケーターでもこんな時間かかるもってね。あ、またか。倍切るとみたいなっつって、何の質問やったっけな。倍切るとテイワーズか、テイワーズか。あ、テイワーズ持ってないやん。どこには持ってんのか。全員上がるんやね。あ、これの方がいいな。こっちの方が効率いいな。やばいな、マジックポイントなくなってきた、奥にも。第一ケーターでもマジックポイントなくなるからな、強いんですよね。効果もうなくなったもんな。あんな結局回復ばっかりする感じになるから、マジックポイント足りなくなるんですよね。妖精の粉じゃなくて、あれ使うしかないな。